おはようございます。もう疲れてますね、先生。ね。ということで今日は何ですかっていうと、ここにね、氷があります。氷柱のかっこいい氷があります。何に使うか、ハイボールです。新しくね、もうでもまあ動画出る頃にはね、売り切れてるかもしれないけど、また出ました。白州ハイボール。また出た。また出ました。これについてちょっと実際飲んで語っていきましょうということで。はい。はい、よろしくお願いします。前回も出たお高い高級ハイボールです。1本600円。まずはね、まあ、この製品自体が氷を入れて飲むっていうことを想定してるんですけども、まあ、そのままの味を飲みたいということで普通に飲んでみます。入れます。前回さ、やった時の話覚えてる？覚えてない。まあなんかスモーキーだなみたいな話をしてたのさ。そうだった。うん。でも今回ね、さらに前回スモーキーって確か書いてなかったんだけど、今回ね、もうすがすがしいスモーキーって書いてある。それが変更点なの、うん、らしい。まあ一応ざっくりね、今ホームページ見ながら喋ると、白州蒸留所が生み出すすがすがしく心地よいスモーキーさを感じられる味わいが特徴ですと。氷を入れたグラスで美味しくのお飲みいただけるようにブレンドしました。何が変わってるのかもう飲んでみないとわからないということで、まずいただきます。うん、あの香りはね、すんげえスモーキーだ、前に比べて。でもアイランボルトみたいなくっさっていう感じではない、ほんのりスモーキーだ。ああ、うん、でも明らかに一番スモーキーだね、前のやつより。じゃあ早速ね、こう氷を入れたグラスに入れてみますよ。こういう風に飲むのが、まあ、サントリーさん想定。まあ氷はね、何でもいいとして、度数も 9% あるから、ストロングな人だったらそのままグビグビいってもね、ぬるくなる前に飲めちゃうから。じゃあ氷入れたバージョンいただきます。うんうん、いやこれは間違いなくね、氷入れた方がいいわ。氷入れないとダイレクトだね。ハイボールとしての完成度は今まで出たあの山崎と第2弾の前回の白州よりも俺はすごい美味しいと思う。で、何だったらってちょっと前の方がスモーキーじゃねっていう、あの多分こうそれがすがすがしいってことだと思う。すごいキレのいいで、シャープな味わいだし美味しいね、これ。で、まあ相変わらずこれあのハイボールにした時、氷を入れたこのグラス、このサイズ8タンとかっていうんだけど、に対してこの缶って約 2.5 杯分入ってるわけですよ。1本600円ってちょっと高級ハイボールなんだけど、これがですね、昨今サントリーさん値上げしたわけですよ、4月の1日一日で。うん、あったね。はい、白州1本の原価っていうのが上がってしまいまして、カフェ&バーヘイブン、今定価これ1本7000円です。高いのか分かんないけど上がったんだね。上がりましたね。なんですけど、じゃあ4月1日からこいつ上がりました。この缶ハイボール久々に出ました。お値段据え置きなんですよ。変わらず。変わらず。ということは実質 2.5 杯分のウイスキーが入ってるわけですよ、度数計算すると。実は安くなってるんですよね、お値段据え置きだけど。まあまあまあ、消費者的には実はね、こうちょっと実はお得になってるよ。薄めてたりしない？まあ度数 9% 本当に 9% か分かんないから、ちょっとね、度数計ないから分かんないんだけど、度数 9% であればまあ間違ってはいないでしょうっていう。ただハイボールなんでね、ウイスキーっていうのはやっぱりジャパニーズウイスキーになるには今最低3年の熟成が必要っていうのは何回も喋ってるかもしれないんだけど、ハイボールっていう商品の場合は3年熟成していなくてもいいんで、そこがミソなのかなっていう。原料もハイボール、ウイスキーって書いてあるだけで、ジャパニーズウイスキーとは書いてないね、どこにも。要は熟成年数2年とか1年の白州も入ってると、おそらくね。まあ、だからお値段据え置きで安く出せるのかなっていう。今もう白州に限らず山崎、響き、非常に出回る本数が少ないんで買えないんですよ。ってなったらやっぱり好きな人にとっては見かけたらね、試してみるのもありだと思うし、動画上がる頃多分6月の後半とかだと思うから、もう売り切れちゃってるかもしれないんだけど、まあもしあったらね、今後も出るようであればサントリー製品好きな人はちょっと試してもいいのかなっていう。買えないし、なかなか。カフェ&バーヘイブン、限定品なん。限定品だね。数量限定出荷って書いてあるね。もう前回のはもう飲めない。前回のやつはもうない、売ってない。うん、希少だからといってネットで抱き合わせ販売ってある。同じサントリー製品、例えばウイスキー1本買ったらこれ6本ついて一応定価だけど買えますよみたいな。そこまでは正直しなくていいかなみたいな。だったらね、別にあのこれもサントリー製品だけど、ちょっとスモーキーなね、アードモアとか安いし、3000円そこそこで買えるし、結構コスパのいい酒だと思うから、定価以上とか必要のないものまで一緒に買って買うとこまではまあしなくてもいいのかなって。欲しかったらいいけど別に。ただまあ商品としてのクオリティっていうのは、俺は正直過去に出た山崎白州の中では一番クオリティ高いと思う。
更新したの。更新してってると思う。何よりすがすがしいっていうのがよくわかる。スモーキー感も程よく抑えられて、苦手な人でも飲めるかなっていう感じ。今回のやつもう売り切れちゃってるよってなったら、次回のリリース半年おきぐらいになんか出てる感じだから、次出ても買ってもいいのかな。今日これがリリースになった日に動画撮ってるんで、やろうかってやったんだけどね、まあ、動画が出てる頃にはもう残念ながら売り切れてるでしょっていう。売り切れてたっけ前回。前回もやっぱりね、1週間ぐらいで売り切れてたね。あ、そっか。まあだからこれを飲んだ人とね、ああそういえばそんな感じだったねなんて言えればいいかなっていうところで、おすすめは絶対氷入れてください。製氷機でもいいから、このままも美味しいんだけど、まあちょっと味見する程度でいいかなっていうことで、おすすめは氷です。ということでありがとうございました。I hear them calling, where are you going? Straight to heaven. How are you gonna get there? Ride that chariot. Where are you going when you leave?